邪魔します。ちょっと浮いてるんだ。あ、ここが昔の和歌山によくある宝の角が上がり、はい、それではですね、いよいよ、岡山の、ジョンブルさんでのデニムの工場見学を今からやりたいなというふうに思います。で、今回僕一人では入っても全然意味がわからないので、あの心強い味方のいつも通りあの人を呼んでます、藤原さんお願いします。こんにちは。はい、お願いします。藤原さん登場です。藤原さん出張でね、こっちまで来てもらって、はい、で案内してもらうんですが、まあ、ここの責任者の方もいらっしゃるので、まあ、その方にも、はい、あの登場してもらった方がいいですかね。はい、はい、ではちょっとお名前呼んでもらってもいいですかね。はい、じゃあ生産部の中井です。はい、こんにちは、中井です。お願いします。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。では、いよいよ本社に行きたいなと思います。はい、はい、それで中に入ってきてですね、もうすぐそこが工場になってるっていう感じなんですけど、僕はあの全然あの全く分かってないので、あの今日の流れとか大体こんな感じでやっていきますっていうのをあの聞きたいなと思いますので、あのちょっと流れの方だけよろしくお願いします。はい、今日がちょっとデニムが流れてなくて、はい、はいはいはい、工場では動いてはいてる。はい、あのデニム以外の生地の本生産を、うんうんうん、まあパーって見ていただいたら分かるんですけど、うちデニム以外のものも結構今生産していて、そういう中で今日はデニムじゃないものを作っているので、はいはい、今日ちょっとデニムは流れてないんです。ただあのちょっと中井が準備してくださって、はい、僕たち販売のスタッフが、はい、あの研修で作る一番初めに塗ったそうです、あのリジットの、はい、定番のデニムを用意してくださってるので、特別にそれをもう拓三さんがセクションごとに持っていって実際に体験していただくっていう流れで、今日工場の流れを説明していただきたいと思います。なるほど。ほんならじゃあデニム自体はまあ稼働はしないけど、一応デニムを作る過程はあの紹介していただけるっていう感じですかね。はい、いただきます。工場の中に、はい、おお、わあ、お邪魔します。お邪魔します。普段は有線で音楽が流れてます。はい、すいません。すごいですね、機械の多さに圧倒されるっていうか、見たことなかったんで。はい、これが最大の、これからの、これで大体ある程度の大きさまで一回切っちゃうっていう。そうです、この大きさで、まあ、10枚なら10枚重ねたり、まあ、20枚重ねたりなので、各サイズで硬い色をします。ちょっと浮いてるんです。あ、ここが？ここに風が出てて、うん、で生地がこう浮くようになって。へえ。こっちは何でもこう、こっちに滑らせてる時に空気を持ち上げながらこうして。なるほど。階段のやっぱり切るところまで持っていく。そしてじゃあ人がこうやって引っ張ってこなんでいいように空気出してこうやってヒュー流していくんです。まあ、手はこうやってやるんですけど。すごい重いんです。あ、重いんです、ね。このまま走り引っ張ってこう。特にデニムなんかは毎日となるとすごく重たいです。よくもらえます。あ、出てない。エアホッケーできそうだね。今度は逆にこう吸引して空調状態にして動かしてへー、次は空気吸って、うん、固定して、生地を固定できないんで、すったら、で、それで切っていくね。動かすときは空気下から当てて、こう動かしたら、ふわっと浮いてるから動くやんか。で、次、固定したりとか、すったら、ガチッと固定するやんか、生地が。で、それを切っていくね。あ、これがじゃあ、型紙。はい、実際もう切られてるんですよ。ちょっと、下のところ一緒に。うわ、うまい。あ、こんなに厚みが。この上にこのビニールを引くことで、もう空気が真空状態になる。何枚ぐらいあるんですか？そんなに数枚ですね。はい、すごい。これってレーザーで切ってるんですか？ポイント当てるのはレーザーなんですけど、実際あの刃が上下しながら。これじゃあパソコンかなんかでもうこの型で切りなさいみたいな指示を与えてやってるってこと？そうです。パソコン上で生地の幅に対してこのパターンがうまくはまるように、生地にムラがないようにこう、手で
分かりやすく言うと生地、例えばこういうところに、はい、あの取れる部分を入れたり、はいはいはい、物によって違いますけど真空にする準備をしてる状態ですね。コンピューターある程度形どこ切るか決まってこういう感じでこれ切っててで今まさに切れてるで今はこの緑のところを切ってるっていう感じで赤のところはまだ切れてなくて緑のところ今切ってる。おう、はい、これからあの1本ジーンズを作ってるところを見ていただいたり体験していただこうと思うので、はい、よかったらエプロン。ああ、ありがとうございます。私もですか、はい、形から入ってどれが似合うかしら。あ、いい感じですね。はい、これからちょっとジーンズ1本裁断して作っていこうと思います、はい、今日はこのうちのオリジナルのこのブラックデニム、黒耳のインディゴのデニムを使おうと思うので、はいはい、さっき見てもらった裁断とあの機械の裁断と違って今度は手で裁断していこうと思います。あ、そうです。本来ならじゃあ、機械でやるけど今日はちょっと止まってるからっていうことですね、はい、そう、これが難しいですね。あの藤原さんでも難しい。生地には、まあ、地の目っていうのがありまして、はい、耳に対してそれぞれのパーツをこう地の目があるんですけどそれを平行に入れるようにします。あ、はい、まあ生地の地の目、縦と横になります。なるほど。で、触ってもらったら分かるんですけど、縦の方はやっぱり強度が伸びにくいんですよ、ね、はい、横はどっちかというと伸びがあるんですよね。このパーツを揃えるときに向きを揃えないとあの見え方が結構変わったり、色が落ちてきた時の落ち方がやっぱ向きが変わって見えちゃったりするので、ここでちゃんと揃える。今この並べてるのが、はい、ジーンズを作る時のパーツ設計図みたいな。これは、中井さんは結構簡単にパパって並べられてるんですけど、やっぱいろいろ向き、やっぱそれはそうですよね。だからこのパーツがどういう向きで、うん、あの組み立てられるのかを分かってないとこんなに簡単に並べられないんで、これさらっと今返して2枚になってるんですけど、はい、これを1個切ることでもう、はい、前身後ろ身がそれぞれできて、4つのパーツの大元ができますよ。普段あの裁ちバサミ、布切り用のハサミはよく使われると思うんですけど、はい、まあ、ジーンズの生地切る独特ののみと言われる専用の、まあ、ナイフみたいなものなんですけど、これを我々は使っております。すごくあの、よく切れるので、もう本当に軽く力を入れてます。直線が難しいです。直線の定規使ってる。そうです。そこはでもこれ動かしていくと切れちゃうんですよ。今のはこれ固定してるっていう。そうですね。後であのポケットつける目打ちにの位置になるんですよ。ポケットつける目打ちのここにポケットがつく。ああ、なるほど。その目印でもあるし、止めることでもある。はい。切りやすさによって中井さん今右手と左手で全然気づいてなかったです。どういう持ちを変えてて、あ、左になってる。本当だ、左だった。こういう感じでちょっとこうラウンドしてるの分かりますか。あ、はい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 。でラウンドしてる方が自分の方に、まあ、内側に向けてこの紙を切らなかったり真ん中に入らない、危なくない。一つ、あ、これがちょうど後ろのバックポケットになります。あ、はいはい、大事なところです。もう少し下の方持っていただいて、もう軽くちょっと上は親指添えるぐらいの感じで、はい、ここで切るんじゃなくてこの先っぽ、この前で、前の方にちょっと倒して前に少し倒してこうグッと引く感じですね。ああ、なるほど、はい、切っていく。でちょっと行き過ぎてもいいので、はい、少し多め。そうですね。難しい。でこの時にこれこっちに押すとかな、普通に切ったらこの刃がこう曲がってるやん、うん、だからこういくね、うん、勝手に、うん、でこっちにガッと押さえながらギューっていかんと、うん、どっちかっていうと斜めにこっちに引っ張るぐらいな感じで、こう引っ張るぐらいな感じにしたらまっすぐ切れた。普段は機械でやるからやっぱあんま手でやることっていうのは少ないですね。あの少ない本数のものだったりサンプルなんかはこれで切ったりすることもあります。はい、うん、ちなみにこれは使ってって怪我とかやっぱないんですか。最初の方自分もよく怪我しましたね。机、はい、に歯が刺さったの手をずっといくとガッとこう切れちゃったりとかっていうのも
最初は本当に切れ味を悪くしておいてもらって使ってます。切れすぎるので。これで一応全パーツ裁断は、この生地の集まりが今からデニムになります。こういう感じでこうアイロンとかしてんだらこんな感じになっちゃう。こんな感じで、その後ここを 1.5 センチで、感覚でじゃあもう、そうです。中井さんは今手の感覚で 1.5 センチって、ね、そうですね。測ってないですもんね。はい。それがちょうど後ろです。バック。手が苦手やねんけどな。60点ぐらい。ここはちょっとカーブしちゃってるので、まずちょっとじゃあ前のポケットから。はい。これはちなみに何を塗ったんですか。先ほどアイロンしたところを。あ、これポケットなんですね。そうですね。ここになります。こっちの中のポケットに。なるほど。ポケットの中の。これが仕上がりなので、このままだとこの端が出ちゃうので、はい、反対にして、はい、こういうふうに反対向きに仕上がります。すごい簡単にやってますけど、本当にスピードのコントロールとか、こうちょっと踏む力の加減とか、ね。この機械はさっきの機械と何が違うんですか。針が1本に対して、ほんまや、針が2本ある。2本こういう風にしてある。なんでなんで。これ2本である理由っていうのは何、強度は増すの。均等大量生産の時にやっぱりポケットを貼り付けるので2回走るより1回でも2本増すので、はい、針が同じように動いてるんですけど、例えば一つの針をこう休ませることもできるんですね。こうやってわかりますかね。今ケンケンで一本になったりするんですけど。すげえ。ここ邪魔です。入れてなかったです。ここは今ただ止まずにとかっていう。へえ。こうしてこうすると綺麗に角が三角になったりする。これを上げなくて角を縫いますと。こんな感じでこう逆に昔の枠絵によくあるような三角ができたりっていうのも、角をきれいに見せたいときは針を1本上げて、でもそのままでいいときはこういう三角作ったりっていうのを商品によって使い分けてます。これすげえな。これ多分好きな人だよ。好きな人だよ。いますね。このダイヤルで糸を押さえる強さとかを全部調整してて、アナログ踏んでたら進んで、うん、おかかとに乗ったら綺麗に進んで、かかとするほら、なんか見たことない金出てきたね。なにこれ。僕には懐かしいやつ、ね、電気が通ってそう、パチって下からの角が上がります。見ててください。このポケットの角を綺麗に返すための当てて角に持ってきて、懐かしい。角が綺麗にこんな感じでポケットの角が出てきます。はあ、なるほど。手作業でやるときはこういう、今中井さんがやられるみたいな、はい、これで奥から出してこう出してくるんですけど、角に入れてもらって下げて
あー、なるほど。やってみた意味分かってきた。ちょうどこの前の身頃にちょうどボタンを打つ持ち出しと言われる天狗って言われるんですけど、はい、天狗、はい、天狗か持ち出しっていう名前が持ち出し、はい、またまあ僕の方でイメージが湧いてるんですけど、できたら分かるんですね。あ、そうかっていう、はい、今から、はい、こうなります。ここでちょっとロックミシン、別のミシン。あ、はい、はい、足が入ってもらうと、アイロンしないとほつれちゃうんで、このミシンだと、こういう感じで洗ってもこうほつれなくなる。このほつれ止めのためにロックミシン、オーバーミシンとも言いますね。ここにボタンホールをかけたいと思います。こちらに。うわ、またこれもこれすごいな。これすごいです。これなんていう機械なんですか、この機械は。穴開けのミシン。結構普通の名前なんですね。まあ、我々あの9999って言いますけど、シンガーの古いミシンで、あの品番が299っていう品番が。うわ、めっちゃかっこいいですね。ここからの動きが尋常じゃないですか。うわすげえ。あ、すごいですよね。うわ、これでも数ミリの単位ですよね。ユニオンスペシャルとかして、あの当時のあの、まあ、リバイスやったりを入れて、うわいきます。おー、デニムになった。